はい、皆さんこんにちは、ちでございます。玄徳さんで三国志14やっていきたいと思います。さてさて、あと送るだけでよかったかな。送るだけでいいよね。うん、じゃあ行きましょう。はいよ。いやー、張雲さんをなんとかしてほしいな。おい、お、聖者と芸派か。味方の向上アップ。ん、煽り受けの、どこまで煽り受けてくれんの。味方って書いてたけどね、誰も煽り受けてくんないよねこれ。味方って書いてるのがよくわかんないんだけど、じゃあ聖者はダメージ、あ、聖者いっとこうか。おい、やだ。今やだって言った。やだって言っちゃったかい。あ、落ちたね、信用が。はい、信用制圧しました。はい、あ、いっぱい捕まえたね。はい、東洋、はい、故郷にと。で、一括で捕虜にしちゃいましょう。リュウブさんまだ行かないかい。あ、あ、ジョコさん上がった。あ、突然上がってね。ジョコさんが意外に突然低いんですよね。あ、ちょっと待って、間に合うかな。あ、間に合ったね、よかった。もう一発重ねましょう。気になるのはこれ、大丈夫だよね。はい、はい、はい。デンヨさんも向かってるね。どうでしょう。あ、大丈夫だと思うけどね。大丈夫だと思うんだけど、一応総兵さん表に立てときましょう。あの、ブロックするためにね。で、攻撃しときましょうかね。仕方あるまいと。で、そうだね、もうカンお兄さん出す必要なくなったので。あ、決済来た。何だろう。あ、兵州、兵州制覇でいいのかな。はい、劉備さんもやりましたな。これで、これ兵州って呼んでいいのかな、わかりません。飛ばしますね。はい、よいしょ。保証ね。よいしょ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 。で、これでいいかな。僧侶さん回るようにしたね。僧侶さんですぐ抜かれそうな気もせんでもないんですけど、まあでもよしとしましょうか。で、人を呼び寄せましょう。あ、そうだ、呼び寄せる前に先に任命してから呼び寄せましょう。編成ね。ここを、ここは4番の方がいいかな。あ、2番になっちゃうんだよね。じゃあやめて、あ、よよ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 よ。で、4番をいずれね、河北は、あ、うん、いずれ河北はね、新たな人に納めさせようと思ってますので、はい、まあ、これでいいでしょう。はい。心得ました。で、あの、張雲さんとか、あ、張雲さんじゃないわ、張良さんとか呼び寄せましょう。これね、さっきね、委任し、呼び寄せてから委任するとね、呼び寄せがキャンセルになっちゃったりするんでね、これね、移動よ、よくそんな移動キャンセルできるなって、私できないのにね、我々プレイヤーは移動キャンセルさせることできないのに、移動のところにから消えちゃうんですよね。あれがね、ちょっとっていう感じになっちゃうんですけど、陳藤さんはね、置いていきましょう。さてと、あ、総飛さんは牧羊にいるのか、この人ちょっと怖いから、連れてこよう。総飛さんはね、裏切るんでね、本当彼ね、裏切っちゃうでね。陳久さんは平原大将、ああ、いいか。第二軍団だね。で、寛平さん、で、巨長さん、で、長良さん、で、宝泉さんだね。で、カオニさんと張飛も連れて帰ってこようかな。あら、張飛いない？あ、いたね。
超ヒット、天満さんとか楽だから別にいっか、こんだけ呼び寄せましょう。行ってくる。で、ですからね、こっからね消えちゃうんですよ。パカッとね、移動の後にこれをするとね、移動って取り消せんの？取り消せないよね。私チョンさんとかまだ時間かかっちゃうんだね。これで来なかったらもう本当に追放しちゃいましょう。さてと、よっこいしょ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 と、はい。で、水郷、あ、いいね。誰？あ、星人さんだね。で、耐久回復、信用、あ、いいでしょう、やっときましょう。お喜びください。うん、はい、どうぞ。よいしょ、さあ行きましょうか。ちょっと待ってね、他気になるのは孫さんとこだね。流氷さんとは結んでるからね。あ、氷炉ゼロになったね。でもこれ今下旬だからまた来月入っちゃうんだよね。あ、すごく時間かかっちゃってね、取るのに。さあ、じゃあ行きましょう。はい、巨匠で加工員さんが、あ、周期さんを発見した。これ周期さん、周期さん、いやー違ったような気がするね。はい、リュウさんがチョンタのショーンさんを訪ねました。我が子に使える気はないかと。おお、来ちゃった。あら、よかった、よかったね。やっと来てくれたね。信用で陳藤さんが、ジョーリンさん発見したのかな。あ、もうタイミングバッチグーですね。チョーンさんを迎え入れることができたので、まあ、イベントでやってみてもよかったんですけどね。イベントもちょっと試してみたかったんですけど。あ、エンタングの手の物が高速度分量で我が子の悪い技。あ、いい感じですね、これね。うん、逆にこっち助かります。関係はね、うん、もう悪くなっていいと思いますんで、こんな場所に長居はしたくない。今のうちに逃げてしまおうと。孔子平原で疫病が猛威を振るっております。陳留で稲子が猛威を振るっておりますと。平原で疫病さん、ま、前にも言っちゃったね、疫病さんで。疫病の火が出ていますと。はい、陳留で稲子の火が出ています。はい、よくしょ、よいしょ。さあ、さてさてさてと、この状態で一度ね、この状態で感触、私上がってないよね、ごめんなさい。ああ、ついてるわ、拡張1個。どれしようかな。水軍が4の1でしょ。5あるんだよね。これ以上水軍これ以上正直できないので、うん、もう水軍は老戦までは作らなくていいでしょう。となるとこっちかな。内政、戦を強くするより富国強兵の方がいいかな。はい、でここに誰入れましょうか。ああ、宗師さん戸籍整備だね。ああ、兵士の上昇量、あー、これいいね。あ、いいね、これがいいね。宗師さん入れときましょう。戸籍上昇8、レベル8だね。戸籍整備ね、うん、レベル8になったんで、ちょうどこれでコストいっぱいなんで、ね、あとは、あ、そうだ、官職だね。これを一遍全解任して自動信任したチョンさん上がってくるはずなんですよね。あら、チョンさん上がってない。あ、なぜか、まだ彼帰ってきてないからそうだね、中止しましょう。まだ彼移動中なんだわ。でもこれ移動してても官職上げれるでしょ。官職事務処理なんだからね。これはちょっとね、ちょっぴり腑に落ちませんね。いいと。水郷、お、誰だい？あ、横領さん、いい人来たわ。いい人来たね。宴会しましょう。はい。
で、こちらね。はい。はい。さあ、じゃあこれでいきましょうか。ほい、どうぞ。誰も総評さんに兵増やそうと言わないんだね。デンさんの突破が1上昇して80になりましたね。あ、ちょっと待って。あ、混乱使えるね。使っちゃおう。もうこれ使ったら何もできないでしょ。ですから混乱系を2人、使っちゃうともうほんと今のやってやるって総評さんの声だった。はい、落ちました。はい、エンタン軍が滅亡しましたと。これを連れてまいりましたとね。はい、投与しましょう。はい、7人の投与に失敗しましたと。あ、高層三さん来たね。相性いいもんね、高層三さんね。さあ、皆さん入りました。さあ、これでですね、高層三さんと多分仲悪くなっていくんで、どん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 ね。じゃあ終わりましたので呼び寄せしましょう。もう多分ね、防衛は問題ないでしょ。あるかな、来るかな。ちょっと兵糧がそうなると心もとないんで、うん、こっちからだね。輸送しといた方がいいかな。ちょっと防衛線張りましょう、京都さんでね。ちょっと気になっちゃうもんですから。金もちょっといるね。金も欲しいですね。で、兵士もちょっと欲しい。うん。いやー、京都さん、ほんと使い勝手いいわ。で、今度こっちをね、そうだ。ここまでなったので、あ、まだいいかな。まだいいかな。うん、まだいいね。あ、しまった。京都さん、移動失敗かな。あ、まあ、いっか。あ、まあ、彼だったら多分、1ヶ月だったら持っていけるでしょう。いや、ちょっとここ委任したかったなと今思いましてね。ふっと。こっちももう委任していいね。任命で、編成で、これでどっちに持っていこうかな。どっちに行くかな、これ。普通は4に行くんですけどね、4が隣接、4に接触してるんで、でもこれ多分2になるんですよね。あ、なった、よかった。4になってよかったね。で、じゃあこれで。はいはいと、やっかやっかやっかよ。あ、横領さんいいね。で、こっちね、内政してたっけ。あ、ダメだね。あ、その前に、こっちの内政だね、都市内政。決めないと。孫寛さんの、あ、この人だね。あ、いい人だから、うん、いいんじゃない。孫寛さんも声変わったね、13とね。もっと荒ぶれてたのにね。荒くれてたのにね。え、そんだけしか人数いないの。あとこっちだね。内政で、都市内政で一応。あ、文章さんいるんだ。あれ、文章さんいるの。はい、ありがとう。で、ね、人材報奨で、よっこよっこよ、あ、やったよね。やったんだけど、よく忘れるんです、私ね。で、あー、でもこれもう鉄板だな。もう、総評さん入れておこう。あ、でも入れたところであれか。軌道、あ、一番上なんだっけ、この人。ちょっと見てみましょうか。都市情報ね。武将で、総評さん、どこに出てきますか。あ、いたね。この人は、いっぱい持ってね、私がいっぱい与えたんだ。突撃とかだもんね。混乱結局使えないままだったね。あれの順、ここの順番どうなるんだろうね。ここに並ぶ順番ね。これだから、あまり無意味に与えても、手動でやる場合は全然意味ないんで、困ったって言えば困っちゃうんですよね。さあさあ、あ、そうだ、さっきこっちやっていきましょう。いや、さっき出さないとき、あ、いや、うーん、宴会入ったらどうしようと。あー、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。
地域内政まだしてなかったね。あー全部命令書なくなっちゃうわ。これはダメだ。命令書は全部なくなっちゃうので、あとね、あ、移動してる人がいないんで長雲さん上げちゃいましょう。くらいよね。あ、そうだ、皆さんいるから今ここでやっとかないとダメだね。で、官職前回に自動委任で長雲さん出てくるでしょ。あ、柿さん上まで来てるね。あ、長雲さん上がったね。関連さんと定期さんが下がっちゃいました。怒るかな。あ、不満持っちゃったね。でもう一回、上げときましょう。ちょんとっ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 と。あ、顔料さんもいるんだね。で、出陣しましょう。一応ね、防衛戦入りましょう。文章さんいるかな。あ、でもいたら心強いね。あと、中田ちゃん、中田ちゃん連れていこっか。そうだね、あと角さん、この4人で十分じゃ十分かな。そうだね、この4人で十分だね。兵は4000でいいかな。米がないからね。お米がないからね。いやいや、4000だ。あ、文集さんこれしか持ってないんだ。8400当たっちゃったねなぜか4000のつもりなんだったんだけど、うん、奉仕ですけど、ちょっと出ていきましょうか。出ていって引いてくれればそれでよし、引かなければ迎撃しましょう。進軍ね。はい、出陣だ。さあ、こんなもんかな。アニメーションゼロですね。じゃあ、あ、時間よくなっちゃいましたね。この辺で終わっておきましょう。玄徳さんで三国志14終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。